お聞きいただいたのはココロコロニーで祝祭でした。ハッシュタグ夜ラジ、ともさん、祝祭のメロディーや疾走感とっても好きですね。歌詞も愛にあふれていて超上がる名曲やということで、ともさんもですね、先ほどのですね、忘れた頃にココロコロニーにですね、弾き語りで出演していただきまして、ともさんはこの祝祭をですね、その弾き語りで、カバーしていただくというですね、とっても、素晴らしい、アクトがありました。またよろしくお願いいたします。ハッシュタグ夜ラジ、メタルゴッド鋼鉄心さん、マナムさんのあんかけ焼きそばを食べればどんな状態でも再生できるはずっていうですね、どんな状態でも再生で、まあその干からびた状態からですね、あのあんかけを、まああのマナムさんはあの匠さんの食事係じゃないので何とも言えないですけど、あの本当にあれですね、打ち上げの、マナムさんのご飯、あのあんかけ焼きそばですとか、もつ煮ですとか美味しかったですね。鋼鉄心さんもお越しいただきましてありがとうございます。たくみさん、ハッシュタグ夜ラジ、ココロコロニーさんの祝祭流れたのでスマホと MacBook ぶん投げますということで、絶対にこれは祝祭が流れたんじゃなくて動画の編集がめんどくさかったから MacBook をぶん投げてると、思いますけれども、本当にですね、動画の準備からですね、当日のライブの照明ですとか映像も、たくみさん本当にお疲れ様です、ありがとうございます。タコさん、ハッシュタグ夜ラジ、今週も幸せで召されたということですね。まだちょっと早いですねナムナムってなってますけども、始まったばっかりですし、これからですね、あのゲストもですね、あの見えられるのでですね、あのどうか、蘇っていただければと思いますけれども、それでは大変お待たせいたしました、本日のゲストを、ご紹介いたします。あのココロコロニーも大好きな、3ピースバンドペピンズのですね、ベーシストでありますロビーさんです。あ、どうぞ。あ、お世話になってますロビーあ、大勢のみんなたち代表ロビーです。ということで、お世話になってます。お世話になってます。 ありがとうございます。今日はあのわざわざスタジオまでお越しいただきまして。なんでハマられないんですかいや、わざわざ早速刺してきてるじゃないですか。あの本当に感謝しております。ありがとうございます。ましょう、もう。ということでですね、まあこれまでですね、あのまあ何週かにわたって、ペピンズのですね楽曲を毎週オンエアさせていただきまして、いや、ありがとうございます。本当に、はい、今日がそのまあ最終週になるんですけれども、まあ、せっかくなのでですね、バンドメンバーの方もご出演いただければということで、あの、うん、全員お忙しい中ですね、あのそうですね、はい、あのやっぱいきなりキングは取れねえよいというか、まあ、あのいきなり達也柴田はやっぱ降臨しませんからまあまあそうですね、キングは取れないんで、まあクイーンという説もあるんですけどまあまあ裏キングのフルトさんは、はい、やっぱりあのお忙しすぎて、まあそうですね、あのちょっと別のバンドのツアーでですね、本州行ってましたんで、さすがに今日は休んでくれと、むしろ、はい、そんな感じで、あのジャックが来ましたっていう、いつも通り、はい、いえ、あのお願いします。ジャックではなく、あの J なんですけども、ジョーカーのですねあのペピンズのジョーカー、ロビーさんです。 4がいいな、普通に4番がいいなということでですね、よろしくお願いいたします、はい、ということでですね、じゃ あ、ね、ペピンズちょっと最初に謝っておいていいですね、はい、あの一応あの微力ながらツイキャスで今配信同時にビゴライブと2つやってるんですけど、はい、ツイキャスの方であの夜ラジハッシュタグで最初にあの投稿したんですけど、はい、あの死に点々でやっちゃってました、ね、あのさっきあの話聞いた瞬間やべっと思ってちゃんとあの地に点々 で、はい、そうですね、放火し直したんで、はい、っていうところは先に謝っとこうかなと。ややこしいんでですね、うん、いやいや意外とね地に点々って意外とあまり出すことを忘れちゃうっていうか、使わないですからね。そうですね、なんかそうですね、くっつきの尾だった記憶みたいな。そうですね、なんかそう、はい、ちょっと特殊なそっちだったかなって思ったら字の段階でみたいな字すらも
トラップがいっぱいあるのでですね、トラップありますよね、はい、やっぱり初めてなんで本当お手柔らかにというか、こちらこそ大勢のみんなたちが怖い、ね、怖い人一人もいないですから、多数が怖い怖いね、全然本当に最近あの仲良くしていただければと思いますけれども、よろしくお願いします。2度目ましてぐらいですよね、おそらく、ま、ちゃんと、はい、ま、そうですね、ちゃんとお会いするっていう意味では、うん、ま、お会いしてお話しするっていうのは本当に初めてぐらいのですね、まあ、本当にそうですよね、はい、まあ、よくあるんで自分あのラジオで初めてちゃんと話すっていうのが、ね、よくあるのでですね、なんか LINE ですとかね、そうですね、今日に至るまでの、はい、あの我々の経緯があるじゃないですか、 裏でのそうですね、電話でやり取りしたりですね、はいはい、そういったものがあったんでやっぱ身近にすごい感じてて、はい、あの3月21日の自分のイベントもあのいらっしゃっていただいて、はい、そうですね、それがねやっぱりあのわざわざ自分だったらわざわざ送らないですよね、その DM を、ああ遊びに行くよはいはい、はい、申し訳ないけどここから買うけど、はい、っていうその断り、はい、買う人も決まってる、チケットの買い先も決まってるけど楽しみにしてますからねっていうのを、はいはい、わざわざその主催者に、ね、DM をするっていうのはすごい嬉しかったし、ああ、いえいえ、本当に、まあ、その時はですね、あ2期だなって思ってあ2期来たと思ってありがとうございます、いい人2期来たと思って、はい、あの そうですね、あの白石の まあ、ピグスティーでですね、はい、はい、あのバーサススタイルオリンピアというですね、まあ、本当に自分で言えや、はい、本当にありがとうございます、いつも言ってもらって、まあ、本当になんていうんですかね、まあ、あの試みとしてはまあ面白い、まあ、ステージと、まあ、いわゆる、まあ、フロア部分にも、まあ、そのステージを展開するというか、まあ、ステージを作るわけじゃないですけれども、そうですね、はい、あの形自体は他の多分ハードコアイベントとか、はい、いろんなところでフロアライブがピグスティは盛んなので、はい、まあ、そこはそんな特殊では、まあ、意外とベタだったりもしたんですけど、はい、なるべくこう転換ゼロで、まあそうですね、ずっとぶっ続けっていうのはどうかなっていうところはあったのと、なるべくこう出てくれる人たちが普段やってない方に配置してみたらどうかなみたいな、あ、なんかそんなちょっと自分だけの仕掛けみたいなのも実はあったりして、はい、若干逆境に置いた方が人は面白いじゃないかみたいなところがあって主催者の遊びです、はい、これ戯れなんですけど、逆境に置かれてるのは主にロビーさんが逆境、そうです、全部自分でしたね、あの血のりも活かせないし音も止まるし DJ の本当にてんやわんやでしたけど、一人本当にお祭りだったわ、あ、まあ、あの楽しいイベントでありがとうございました本当に、はい、あの遊びに行ってよかったなということでですね、まあ、そんなロビーさんがですね次に企画しているイベントについてですね告知いただければと思うんですけれども、告知タイムですね、前半の、はい、先ほどちょっと言ってくれてたやつだ、はい、はい、5月14日来週日今週、まあ、来週頭、はい、もう7日後そうですねなんですけど、すすきののブラックルチルっていうお店でイベントをさせていただきます。第3弾、その先ほど心さんがいらっしゃった3月21日の次みたいな、まあ、またテーマは違うんですけど、テーマは一応あのすすきの×音楽×ドアーズ×ゼッペリンみたいな感じです、はい、お察しって感じで助けてください、はいはい、お願いしますで、はい、どこまで言おうかな、まあ、あの SNS にあのうちのボーカルの柴田達也さんが画伯があの作ってくださったですねイベントデザインもで展開してますんで、ちょっとそれを見ていただければと思うんですけど、はい、とりあえずねちょっとそんな感じですよね、まあ、そうですね、まあ、あの今回イベントのタイトルが、まあ、ヘブンズゲートバージョンゼロということで、バージョンゼロですね、はい、まあ、ゼロという、まあ、プロトタイプっていう感じですかね、そうですね、その1個目ものやつもその2個目のさっきのバーサスもですけど、バージョンゼロでとりあえずその自分の中のテーマが固まってそれが重複してないものであれば、はい、まあ、なんか柱として作っていこうかなという中の1個目、1回目はバージョンゼロだなって、ね、はい、その実験的なんでさすがにそれの3つ目って感じです、はいはい、これはもうあれですかね、ロビーさんの中には、まあ、今3つ目ですけれども、はい、他にもいろんなアイディアが
あ、先を見た感じのですかね。ありますね。あと2つ、はい、あと2つ、あ、はい、コンセプトは日々増えますけどほっといたら日々増えますけどはい、はい、3つ4つで我慢してますね、はい、今は。ああ、まあ、あれですね、まあ、ロビーさんの体は1つしかないですし、ね、そうなんですよね、バディがね、そうですよね、ボディ&ソウルがねスピードって感じですけど合ってないんですよ、あのアンバランスな感じなんで。本当にいや、でも本当に、ずっとですね、あの自分も、いつかあのペピンズの皆さんと、まあ、共演できればっていうことですね、しつこく言ってるうちにですね、まあ、本当にですね、まあ、そういったイベントをですね、ちょっと面白い準備、まあ、共演するためのがメインじゃないんですけれども、まあ、そこに呼んでいただいてですね、本当に嬉しく思ってます。いや、なんかもう自分がハッとひらめいて、はい、そもそもがこう心さんと対バンをするためにっていう名目のイベントではないですけども、そうですね、はい、演者をこう集めていく中でやっぱその断られたり OK だったりで変動もするので、はい、それでコンセプトが自分の中でも変わったりもやっぱりしますし、はい、まあ、うごめくんですけどイベントって、はい、でまあ、心さんが参加してくれるってなった時はね、やっぱりもうね、こう心さんを誘おうって思ってる自分がもうすでに、はい、もうそのラジオでこうもうかけてくれてるみたいなところからもこっちがある意味こう染められてたみたいなあ、心さんを呼ぼうっていう、なんかもう洗脳に近いというか、ありがとうございます、恐ろしいな、いや全然夜ラジオ恐ろしいなそんなに戦略的ではなかったんですけど、すごいな。いや、でも本当にペビンズのですね、楽曲をですね、本当に大勢のみんなたちにも、まあ、純粋にですね、まあ、聞いてほしいっていうのがですねありまして、もちろんライブに来ていただくのが一番なんですけれども、結局このリスナー層がですね、自分の出身である、まあ、道東だったりするとなかなかライブに来れなかったりですとか、うん、はい、うん、いうのがあってですね、まあそれ言っても新札幌の放送局なんで、きっと札幌の人たちも、まあ、お聞きになられてると思うので、そういう方々はですね、次5月14日ですけれども、まあ、札幌すすきののですね、LC7 番館のですね、まあ、会場なので、まあ、ぜひ遊びに来ていただければと思いますけれども、ゼノンのね上になります、はい、ですね、いつも私がやらせていただいている建物のですね、まあ、上と下 の、 上の階のですね、はい、8階にございますので、はい、ぜひぜひ詳細ですとかですね、どんな方が出るのかなですとか、そういうのはですね、SNS の方でツイッター等でですね確認いただければと思います。はい、後で言うかもしれないです。そうですね、後で全然まだ告知の時間ですね、全然言うかもしれない、はい、隠してるわけじゃないの で、 一旦時間があれば見に行ってほしいなって思って、はい、そうですね、はい、なのでそちらの方もご確認くださいということで、じゃあ今日はですね、毎週もうですね、恒例になってましたペピンズの楽曲をかける、これがですねちょっと、今日が最終週なんですけれども、はい、このですね、まあ基本的にはライブでですね、その自分が見たその、バーサススタイルオリンピアのですね、その、まあ、瀬取り通りというか、その順番で流してきたんで、その時の、ラストの曲ということでですね、はい、知してる曲を、まあ、聞いていただければと思います。それではお聞きください、ペピンズで揺れる。言葉は恋をI'm not afraid to die.
いただいたのはペピンズで揺れるでした、ハッシュタグ夜ラジ、たくみさん、ペピンズの揺れる流れたのでスマホと MacBook 取りに行きます。ライブ見に行きたいということですね。はい、いただいております。ハッシュタグ夜ラジ、うさこさん、本日2度目の心地よさからの五輪中ということでですね、まあこれは仕方ないですね。まあそういう持ってかれる感覚っていうのがペピンズの魅力の一つだと思うのですね。これはもうあの何の気兼ねもなく、正しいと思いますね。はい、何の気兼ねもなくナムナムチーンってなっていただきたいと思いますけども。ナムさん。それからですね、あ、うさこさんがですね、今週も、あ、違う、私も以前に死に点々やっちゃったんです。全くもう満体ですということですね。はい、あの全くもう満体です。あの全然あの地に点々以外もですね、よくある話ですよということでですね、いただいております。もう満体、はい、もう満体です、うん、映画ですね。なんででしょうね。それからですね、太鼓アット王子担当さんですね、ハッシュタグ夜ラジ、あの死に点々は×地に点々が丸ということでですね、ハッシュタグ夜ラジいただいております。ありがとうございます。あ、それからたくみさんですね、あのやっぱベースの音かっけえなっていうことですね、はい、ありがとうございます。たくみさんもベーシストなのでですね、あ、それは、はい、もう同業者に言われるのは一番嬉しいですよね。、はい、ということでですね、でここにですね、まあこれからですね、あのペピンズのですね、まあそのまあより、まあ、迫っていこうと思うのですけれども、まあここ、あ、ちょっとあれだな、質問も来てますけど、まあ、まずはですね、この結成に至ったまあ流れというかですね、どのようにしてこの奇跡の3人が出会ったのかという、はい、ちょっとお話しいただければと思いますが、何分ぐらいもらえるんですかね。そうですね、まあ10分ぐらいは。あ、長いな。あ、別に全然ない、ない、ない、全然ない。別にあの4行ぐらいです。はい、はい、あの結成は、はい、ざっくり2021年の4月に、はい、あ、じゃあ2年ぐらいですか。2年、丸2年ぐらい、はいはいはい、で以降は本当に毎月ライブを、ほぼ毎月、はい、ライブだけはコロナとともに駆け抜け、そうですね、感じで、まあ、ライブだけはやってましたね、はい、そんな感じです。このもともと例えばお互いは知っていたけどっていうような感じですか。ボーカルの柴田達也さんのことは前のバンドを自分がやってた頃に初めて、はい、道内遠征っていうんですかね、はい、あの札幌以外でライブをしに行くという機会がありまして、はい、22か1ぐらいの時に、はい、でその時に一緒に同行したバンドが達也さんが以前やってたキングスターフィールドっていうバンド で、はい、で名寄とはかない、あ、違うな、ね、旭川と名寄とか2カ所行ったんですよね、はい、あ、東北って感じですね。そうですね、でそれがね、まあ、楽しかったんですけども、はい、その段階でかっこいい曲の人だなという、はい、いつか一緒にやってみたいなとずっと思いてて、はい、でなんかあれよあれよと2021年の3月かそれぐらいの時に再会して、はい、ライブハウスで再会しまして、はい、で久しぶりに達也さんだと思って話しかけようかなと思ったんですけど、はい、すごいブルースのみと言いますかね、ブルースしてたんですよ、なんかもうあの 足組んで、もうなんか一人、なんか達也さんがブルースしてた、ブルースのみして一、はいはいはい、人ね、はい、あ、話しかけに行くとか思いながらちょっと勇気出して、はい、最近何やってんですかみたいな話して、はい、なんかその時に新しいバンドやろうかなとは思ってはいるみたいなことを言ってて、はい、でなんかとりあえずもしよかったら連絡くださいって言って後日連絡いただいて、あ、そうですね、でドラムは冬と君っていうのに頼んでるんだよねみたいな、あ、もうそれは達也さんが、もう達也さんがもう冬とさんともうすでにやろうかって話をしてて、はい、でベースを自分だねっていうことになったらしく、はい、で自分は冬とさんは初めましてで、ああ、じゃあこのペピンズで初めましてと、そうですね、ああ、そうなんですね、そんな感じです。だから2年、そうですね、片思いが成就したような気持ちで
あ、それは日々いいですね。緊張感を持って接してますよ。憧れの人私なりに憧れの、はい、本当に本当に、はいはい、ゼロイチの方なんで本当に。いや、それはアートマンなんでね。そうですね。生粋の、まあ、本当に本当に尊敬してます。でフートさんもね、はい、アイアンマンですから。まあ、アイアンマン。いやいや、まあ、なんて言うんでしょうね。すごいですよ。アイアンマンですね。アイアンマンですよ。まあ、マラソンも走りますし。マラソンは走るわ。はい、バンドは死の五のやるわ。そうですね。すごいですよね。もうすごいですね。はい、なんかもう本当にバリ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 ですね。鉄人、鉄人ですね。鉄人ですね。ということでですね、質問がですね、まあ、ハッシュタグで来てますけれども、ペピンズの名前の由来知りたいですということでですね。ああ、はい。はい、ペピンズの名前の由来は達也さんがもう自分が入る段階でペピンズっていうバンド名で行くわって言われて、はい、で一応分解したらあるんですよ、はい、P.P.N.S なんで、はい、でまあ一応分解ちょっと待ってくださいね。ちょっとツイキャスが変になってごめんなさい、ちょっと待ってください。大丈夫です。じゃあ今ですね、ロビーさんがですね、はちゃこはちゃこしてる間にですね、ハッシュタグゆるラジ、トモさん、ペピンズかっこいいな、聞いていると時間を忘れちゃうというか、現実から離れて浸ってしまいます。あ、嬉しいな。いつかライブ行きたいですということですね。そうですね、自分はそのペピンズとかですね、それこそ今さっき道内ツアーの話ありましたけれども、まあ、本当に北見とかにも来てほしいなっていうですね、まあ、行ってみたいですね、はい、というふうに思ってます。久しぶりに、はい、ハッシュタグよるらじ、たくみさん、結成2年勝手に15年くらいやってるものだと思ってました。たまに言われるな、それ。いや、結構そういう雰囲気がやっぱりあるのでですね、まあなかなかにわかに信じられないですけども、本当に丸2年ですね、はい。ハッシュタグよるらじ、いっちりさん、ココロコロニーさんはいいバンドしか見つけないですねって、まあ、自分が見つけたっていうよりかは別に見つけたわけじゃないですけれども、たまたまですね、一緒に共演した時に本当に素晴らしいバンドだなと思ってですね、ちょっと今回お声掛けをさせていただきましたけれども、はい、ごめんなさい、はい、トラブルシューティング終了です。はい、はい、あ、ペピンズの由来ですよね、はい、由来というか、英語なんですね、はい、で、P から始まる英語が2つと、はい、N から始まって S で終わる英語が2つの、はい、あ、1つの、はい、計3つで、まあ、未消費傾向栄養っていう日本語訳のものなんで、はい、そんな感じですっていうか、分かる。これ怒られるな、こういう。いや、大丈夫ですね。すごいネガティブキャンペーンじゃんとか言われちゃいそうですね。全然そんなことないですけども、言えてなさすぎないですか。まあ、簡単に言えば、そうです、傾向、未傾向だから、はい、食べなくても取れる栄養です、ね、食べないで、そう、耳から栄養取れと、はい、それかっこいいバンド名なんですよ。そうですね、はい、今回のじゃないですけれども、はい、ペピンズっていうバンド名を聞いてブランキーは関係あるのかなっていう、ね、うん、あ、そうですね、それはもちろん分かんないです、はい。それは達也さんにいつかキングに、まあ、クイーンにいつか聞いてみてほしいですけど、自分もそうだな、その辺はね、あえて聞かないでいます。ただお互いブランキー大好きだし、ペピンっていう曲も好きなのは間違いないと思います。そこをもじってるかは分かんないですけど、そうですね、なので、そうですね、せっかくなのでですね、まあそういった経緯で、まあこの集まった3人ですけれども、この3人の共通点といえば、まあ、猫と暮らしていると。ああ、はい、はい、そうですね、猫好きの3人なんですけれども、あえてその猫以外で何か共通点ってありますか。うん、共通点3人ともですか。はい、3人とも遅刻ですかね。ああ、おおらかな、おおらかな、時間におおらか、あ、まあまあまあ、うん、決めるとこは決めるんですけど、はい、ちゃんとスタジオとか、はい、自分一番年下なんで一応、はい、5分前行動してるんですよ、はい、なるべく意識としては、はい、でもやっぱどうしてもこう遅れちゃうときに、はい、あ、まあ、5分前ぐらいにね、はい、それこそ10時からだったとして9時55分ぐらいにこう、はい、グループラインですいません遅れます、はい、で返事が
10時までなかったりするんですよね、はい、あ怒らせたかなと思って、はい、で自分はもう遅れてるから、はい、とりあえず急がなきゃと思ってたらごめん俺も遅れるわ、はい、でその後最後に私も遅れますみたいなその時間、はい、等にねもう取ってる時間を過ぎた後からの事後報告が続くっていう、はい、だからすごいホッとするっていうか結構意外ですね、まあ、ホッとしますよ私は例えばまあ勝手なイメージですけど、まあ、例えばまあ達也さんとかはまあまあもう生粋のアーティストっていう感じなのでですね、そうですね、まあ、ちょっと多少その時間に縛られない雰囲気っていうのはありますけれども、うん、まあ、フィートさんあたりですね、なんかこうあの結構カチッとしたようなイメージはありますけれども、まあまあまあ、でもね、長毛の猫飼ってますからね。ああ、そうですか。気品あふれるタイプ。膝の上でこう。もう食い揺らすよ。もうね、ナッツとワインで猫膝で。ゴージャスですね。ゴージャスな。いやー、そうなんですね。あ、これ意外な一面というかですね。あの共通点。そうですね。まあ、フリットさん、はい、物理的にあの忙しすぎて、あ、まあ、それはそうですね。移動距離が遠いんですよ。お家も。ああ、そうなんですね。そうなんですよね、だからねそんな中むしろみたいなところがある距離なんで、はいはいはい、何も言えないです、ね、自分は、はい、いやまああれですよね本当に、はい、まあその憧れのですね、まあ達也さんとバンドを、まあ、やられて、で冬田さんとはこのペピンズで初めてですけれども、はい、まあ、この同じリズム隊としてですね、はい、どうですかこの冬田さんと合わせた時とか、うん、そのフュートさんのドラムに対してですね、ロビーさんの、まあ、感じてるところってここがすごいなみたいなところありますか？ああ、気持ちいいドラムを叩きますね。あすげえ上からみたいな。いややっぱりそれは大事ですよね。なんか何があってもなんか、はい、あの取り切るよみたいな。はいはいはい、そのうんキーパーと言いますか。はいはいはい、サッカーで言ったら本当にディフェンスキーパーポジション。がっちり安定感がありますよね。そうですね、 前に攻めていく感じじゃないんですけど、はい、ま、曲の曲調もそうだからっていうのもあるんですけど、はい、他のメインバンドだとバキバキに 前乗りで、はいはいはい、超速い8ビートとか叩けるんですよね、はい、いろんな顔をお持ちなんですけど、ペピンズでのフュートさんのビートはまあ気持ちいいもんで、はい、なので甘えさせてもらっちゃってるんで頑張ろうかなと常に思ってますね。いや、はい、これからもですね、まあ、ペピンズみたいなあの楽曲というか雰囲気というか、なんかあのやれるというかそういうのを出せるバンドってなかなかいないと思うのでですね、それこそさっきあの匠さんもまあ15年ぐらいやってるようなって言ってましたけれども、うん、なかなかだから、うん、結構稀有なバンドだとは思うのでですね、これからもちょっと、うん、活躍をですねすごく自分期待してて、14日もですね本当に共演が楽しみですね、はい、本当にありがとうございます。マジでマジでとかちょっとギャルが自分のギャルが出てきた。最後またそれについてもですね告知していただこうと思いますけれども、はい、じゃあこれが共通点かどうかは分からないですけども、今日ですね、まあ、スピッツの、ときめきパート1っていう曲が解禁日らしいですけれども、まあ、そんなのが自分の手元にあるわけもないので、この間ちょっとツイッターでですね、あちょっと盛り上がったあの曲、ボーカルさんじゃないですか誰かと思えばまだ自分そんなにスピッツの下り、はい、スピッツの下りからズピッツですね、はい、ズピッツのですね、はい、ちょっとお聞きいただければと思います。スピッツで水色の街。あいいです。お聞きいただいたのはスピッツで水色の街でした。いやこれはちょっと、まあ、ツイッター上でですね自分とロビーさんでちょっとも盛り上がった楽曲ということで、まあ、それぞれがそうですね、はい、ボーカルをやっていただく下りが発生してるんで、そうですね、まあ、メンバーが集まり次第もう生まれちゃってるんで、ちょっとおさらいを、うん、おさらいの意味も込めて今、流しましたけれども、ということでですね、じゃあまだですねちょっとライブの他にもですねロビーさんの方から告知がありますので、はい、準備ができ次第どうぞ。はい、
5月14日さっき言ってた5月14日のライブヘブンズゲートのもう少し砕いた詳細なんですけど、はい、あのお店はブラックルチルというところで、住所等はツイッターなどを確認してください。まあ、さっき言ったかゼノンの上ですね。そうですね、わかりやすく、はい、知ってる人向けにはLC7 番カーのですね8階です。で、スタートが5時半からです。で、アルコール飲み放題の4000円かソフトドリンク飲み放題の3000円の2択です。単品がないっていうところだけちょっとご了承いただきたいなっていうところです、はい、で店内喫煙可ですが、店の外だったりとかビルの1階外の部分とか、うん、あのでっかいペンギンのペンちゃんに傷をつけるような輩がいるとちょっと怒っちゃうぞっていう感じなんで、はい、その辺はクリーンにね店の中で吸えるんでね、はい、よろしくお願いします、はい、で演者なんですけども、じゃあ出順から、はい、出順込みで言ってきますけど、はい、トップバッターがまずあのボーカルのですねペピンズのボーカルの柴田達也さんのソロで出てもらいます。ででケツがペピンズです、はい、鳥がとりあえずなので達也さんがどう表現を使い分けるかは自分もお願いしたままで、はい、オーライみたいな感じで帰ってきてるんで楽しみだなと、はいはい、シンプルに、はい、メンバーとしても楽しみです。でその後、161倉庫っていうライブハウスの主の、オマン・ケイシーさんという、はいはい、方ですね。あのココロコロニーさんとは因縁深い因縁ではないですけど、はいまあ、一度共演したことがあると、はいはい、詳しく、はい、ケイシーさんが乗り込んできてくれるということなんで、はい、アコギでですねやってくれるんじゃないですかね、いろいろ、はいはい、でからの、はい、我らが夜ラジのボスココロコロニーさんが、はいはい、真ん中でねこうやっていただくと。ありがとうございます。おっと意気込みをどうぞ。そうですね、結構ケイさんの後って、皆さんどう思うかあれですけれども、自分はちょっとやりやすいなと思ってますね。あ、やっぱり、はい、いい順番にしていただいたなっていう。それ逆よりもケイシーさん後の方が、はい、多分心さん的にはそうですねニコってなる気がして、そうですね配置してみました、はい、とってもよかった、はい、いいなっていう感じですね。まあどの順番でも僕いいんですけどいいんですけれども、まあケイさんの後っていうことで、うん、これはまあ本当に濃いな、ここの、ま、ここまでの時点で濃いわそうですね、絵面が濃いですもんね。はい、頑張ります。よろしくお願いします。はい、お願いします。でその後、あらららっていうバンドのギターの拓磨元夫さんが出てくれることになりまして、はいはい、ギターあの元夫さん個人なんでギターの弾き語りだと思うんですけど、はい、とても美しい旋律を奏でらっしゃる方、うん、それこそスピッツ教なんで。あ、そうなんですね。ここでちょっと仲良くなってる気がしてます、ね、はいはいはい、あのそもそもなんか結構な前から彼のなんかこうラーメンブログみたいな、はい、ものをなんかね昔偶然見たことがあってすごい参考にさせてもらってありがとうございます。あー、ラーメンお好きなんですね。その場を借りて、はい、そういえば参考にさせてもらってましたラーメン情報ありがとうございました。よろしくお願いします。すいませんね、時間が。大丈夫です。大丈夫ですか。はい、地球の危機っていうバンドの普段サウンドクルーとかでよくやられてる山田雄心さんというボーカルの雄心先輩がですね出てくれるということで、はい、これがまた自分的にはあちい展開なんですけど、はい、おもろいなと。結構スペーシーな曲を奏でるバンドなんですね、地球の危機。自分もすごい好きなんですけど、はい、で雄心さんは本当にもう本当に連絡不詳すぎてびっくりするぐらい返事が来ないんですでも差し迫ってるし、はい、イエスノーだけでもって言って、はい、こう電話しても出ないみたいな。あ、はい、でも最後の LINE では出れそうみたいなので止まった。あどっちだろうみたいな。出れそう、ボブディランみたいですね。出れそうってみたいな期待値あるからせかせないしみたい な、 なんかそのそこをかいくぐって出れますって来てくれる、はい、ああ
ヒーローじゃんみたいなもう全部計算されてる、もう有心さんは地球の危機を救う地球の危機を救うんだなこの人は。なのでからのペピンズということで、はい、終わりますが、会場内の展示で、サリュウカヤさんという方が、はい、ダーティー&ブランチっていう、ブランドで、そのブラックルチルで、期間1ヶ月とかね、はい、期間貸しでこう展示、うんうん、作品展示してて、欲しい方は、はい、あの1個いくらとか全部値段ついてて、はい、でそれをそのまま買えたりする、うんうん、会場内展示をやっているので、はい、ちょうど時期が被ったのでということで、あのもちろんその展示はそのままなんですけど、はい、当日あのオペレーションとしてあのお手伝いしてくださるみたいなので、あのブラックルチル側でね、はい、例えば配膳の手伝いとか別荘の手伝いとかしてくれるみたいなので、はいはいはい、皆さんもぜひ遊びに来る際はサリューさんと絡んでいただいて、で作品に何かついてこう気になったらご本人に直接話せるのが一番お互いにとっていいと思うので、そうですね、せっかくなので、あまり一応当日ライブハウスじゃないのでルチェルさんが、うん、なので こっちで手配するものなどがあって、でそれがチケット的な目印になるものっていうところで、はい、キーホルダーを用意しようと思ってるんですけど、はい、それのキーホルダーデザインもサリューさんにお願いしてやってもらったものですね。あ、いいですね。ものですね。はい。言うやっちゃいなよイエスみたいな感じで言ってくださったんで、はい、ありがとうございます。そうですね。まああのお時間が空いてフラットっていうのももちろんですけれども、はい、まあそういったですね、あの、うん、もう本当頭からつま先まで見てほしいというか、はい、そうですね。イベントとしてやっぱ飲み屋のお酒の美味しさと、はいはい、このメンツでぶっ通しでアルコール飲み放題4000円で、はい、まあ、キーホルダーもついてくるとかって考えると、私は非常にもうリーズナブルと言っても過言ではないんじゃないかと自信を持っておりますんで、はい、内容については間違いないので、自分もこのイベントそのものをもさることながら、イベントが終わった後ですね、あのゆっくりお酒をカラオケタイムですね、飲みながらですね、主戦場ですね、僕は歌うっていうよりかは、歌うっていうよりかはちょっと、あれですね、皆さんとちょっとお話をですね、ちょっとやっぱりしたいなっていう部分はあるんですね、腰を据えて、はい、なかなかですね、ゆっくりと、はい、なのでですね、ブリッジになれればと思って、あのイベントのメンツは集めたりしてますので、はい、やっぱりそういうのが嬉しいですね。ということで、もう交流、交流に次ぐ交流、はい、ウェイ。ウェイ、本当にいいですね。ウェイですね。もう今日はですね。いやもう本当あっという間だな。やはい。あの言い残したことや、あの伝えきれなかったことはないですか。もう伝えきってです ね、 そうっすね、全部伝えきっていただいて構いませんので。いやもう本当に最初に聞こうと思ってましたけど、ここは禁煙ですかっていう。はい、多分ここは禁煙ですね。あ、オッケー、そうです。もう他はもう大丈夫です。あとはもうキングが来るかクイーンが来るか今後。はい。ペピンズの、そうですね、また呼んでいただくことで、そうですね、はい、うん、ぜひぜひよろしくお願いします、はい、ということ で、 ありがとうございました。かけていただいて、大勢のみんなたちも聞いてくれて、そうですね、あの大勢のみんなたち全員 もうペピンズの虜ですんで、はい、還元だわ、甘い言葉怖いわ、はい、余談しないように頑張ります、はい、ということですね、ぜひお時間のある方は5月14日ですね、待ってます、はい、ココロコロニーとペピンズがですね両方見れて、他にも素晴らしい、出演者がいっぱい出ますんで、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日もですね最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございます。今日せっかく、はい、せっかくですね、はい、1音、せっかく、あ、1音ですか今1音締め大丈夫です。やべえ、夜ラジルールあやばいな。何もルールはないんですけどね、はい、ちょーん、まあ、今日は本当に、ずっと来ていただきたかったですね、ペピンズのですねメンバー、ね、ロビーさんにですね、はい、ご出演いただきまして、また改めてですね、3人揃って出られる日がですね来ることをですねお祈りしております。はい、私も祈っております。はい、ということでですね、来週そうですね、はい、じゃちょっと、
12時をですね超えてますけれども、ハッピーニューデイですね。そうですね、皆さん今日も、はい、新しい一日ですよ。そうですね、もうすでにあの月曜日が終わって火曜日になりましたけれども、はい、あのまたですね、あの新しい一日をですね、踏み出していきましょう。今日のゲストはペピンズのロビーさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。おやすみなさい。ということで私とはですね、また、次の放送で、お耳にかかりましょう。お相手はココロコロニーでした。バイビーベイビー。